スティーブン・ジョン、スティーブ、ペリマン・ヴェは、イングランド・イーリング出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは当初守備的 MF で、後に右サイドバックに転向した。選手時代は17年間にわたって、トッテナム・ホットスパー FC に在籍。うち11年間で首相を務め、リーグ1655試合出場のクラブ最多記録を保持している。 指導者として来日し、1999年代後半には、清水エスパルスの黄金期を築いた。イングランド学生選抜としてプレーしていた1967年に、トッテナムホットスパー FC と練習生として契約する。当時のビル・ニコルソン監督から勧誘された際に、受け取った手紙は自宅に飾っている。1969年9月27日の、 サンダーランド AFC でトップチームデビューとなった。1972年の UEFA カップ準決勝ではホワイトハートレーンに AC ミランを迎えた第一戦で2得点を記録。2試合合計で3から2都市決勝に駒を進めるとウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC を破り、クラブの同大開発制覇に貢献するとともに自身初タイトルを獲得した。 1975年にはキャプテンに任命される。1976から77シーズンの結果、クラブはセカンドディビジョンへ降格となるが、1年でのファーストディビジョン復帰に貢献した。ユース時代からのチームメイトであるグレンホドルや、新加入のオズワールド・アルディレス、リカルド・ビジャラと共にクラブを再興。FA カップで1981年から連覇を達成し、 1982年には FWA 年関西優秀選手賞に選出される。1984年には UEFA カップで2度目のトロフィーを掲げた。1986年にオックスフォードユナイテッド FC へ移籍。翌年にブレントフォード FC へ加入すると選手兼任監督を務め、1990年に現役を引退した。 U-23 イングランド代表として17試合に出場した。フル代表としては1982年6月2日のアイスランド戦が唯一の出場となる。この試合は当初 B 代表として予定されていたが、A 代表扱いに変更されたため、ペリマンはキャップを刻むこととなった。 1990から91シーズンのセカンドディビジョンで会にあえぐワトフォード FC の監督に就任し、二部残留へ導く。1994年に元同僚のオズワルド・アルディレス監督の下でアシスタントコーチとしてトッテナム・ホットスパー FC へ復帰。同年11月にアルディレスが監督を解任されると暫定監督を務めた。 1995年には、ノルウェーのアイケースタルドで指揮を取った。1998年シーズン途中から、清水エスパルスの監督に就任。ヘッドコーチとして支えたオズワルド・アルディレス前監督の戦術を引き継ぎながら、選手には徹底したフェアプレーを要求した。この精神は相当なものであり、特に相手の反則を誘うための上等手段である。 点灯した時に大げさに痛がることを大変嫌っており、フェアな試合をして勝つ能力がないことを露呈しているだけだという言葉を残している。また、オフサイドトラップを一切使わないのも特徴である。自分の信念を曲げない人物であり、時としてそれにこだわりすぎるところもある。選手の起用法が高齢で完全にレギュラーを固定し、選手交代ですらも確一的であった。 ベリマン時代は、現在に至るまで清水の黄金期であり、1999年シーズンには、セカンドステージを制している。サントリーチャンピオンシップで同年、ファーストステージ優勝のジュビロ岩田に敗れ、年間優勝は逃したが、年間の獲得価値点の合計では2位を大きく、突き放しての1位だった。年間獲得勝ち点に1位は、清水の65、2位は、柏の58。 3位は、名古屋の54。年間優勝となった岩田は49で、年間獲得価値点では6番目であった。この経緯もあり、当時絶頂期に入りつつあった、同じ静岡県のクラブであるジュビロ岩田を、ライバル視する発言も多かった。ペリマンは、当時の J リーグの年間優勝の決定方法も、含め、試合日程や判定等でも岩田型クラブよりもひいき。 されていると考えていたようであり、J リーグの J はジュビロの J だと発言したこともある。アジアカップウィーナーズカップ1999-2000では、クラブ初優勝へ導いた。2000年シーズンのファーストステージでは3位に入った、ものの、セカンドステージは回に低迷し、年間8位に沈んだ。天皇杯を前に同年で、清水の監督を自死にニチ。 しかし2001年シーズン途中に、柏レイソルのヘッドコーチに昇聘され再来日。同年ファーストステージ終了後に柏は、西野明が解任されたことにより監督に昇格する。しかしその後も勝ちきれないゲームが続き、ファーストステージよりも順位を上げることができず7位に終わる。翌2002年シーズンのファーストステージでは、元ブラジル代表のセザール・サンパイオとエジウソンを、 獲得しながらも、怪我人の続出や対談する選手が多く、チームをまとめきれなかった。古巣、清水戦では、柏にとって、ワースト記録となる6連敗を喫し解任された。その後、ヨセフ・ベングロシュを解任したジェフ・市原から、監督就任のオファーが届いたが、これを断った。2003年にエクセターシティ FC のディレクターに就任。 2011から12シーズン最終節となるシェフィールドユナイテッド FC との試合観戦中に心臓発作で倒れ緊急手術を受けた。その後回復すると2016年6月にはアルギレスと共に来日し IAI スタジアム日本平らに姿を見せている。同月20日には静岡市内で歓迎会が開催され清水時代の教え子である。 長谷川健太や沢登正明、長井秀樹ら約180人が参加した。2018年1月、15年間ディレクターを務めたエクセターシティをシーズン限りで対談する意向を示した。2018年8月10日、ミルトン・キーンズ・ドンズ FC のディレクターとして、招聘された。既婚であり4人の子供を設けている。数々のクラブで行動を共にしたオズワルド・アルディレストは、 親しい関係である。労働党を支持している。ありがとうございます。